2023年年末の12月に富士フィルム XE4 を使って日光鬼怒川温泉を撮影してまいりました。どのような日帰り旅行になったのかご覧ください。まずは富士フィルム XE4 の解説です。ホームページをご覧ください。富士フィルムはデジタルカメラ1種類のラインナップがあります。1つ目、 GFX システム。こちらは1億200万画素の中盤カメラのサイズのセンサーを積んでいます。もう一つが X システムと呼ばれる APS-C センサーサイズのシリーズ。 XE4 はこの X システムです。富士フィルムのラインナップはだいぶ減ってしまいまして、今現在 X ミラーレスデジタルカメラはこれっぽっちしかラインナップがありません。 XE シリーズは2021年2月25日に発売されたのですが、2022年9月、わずか1年と半年余りで販売終了となった幻のモデルなんです。その理由は、コロナショックで半導体メーカーが半導体の生産量を減らし、その後、アフターコロナの急激な需要回復に半導体供給が追いつかず、世界中で半導体が不足しました。自動車メーカーも生産を減らしまして、カメラメーカーも生産減を余儀なくされた際に販売停止となってしまいました。 XT5 は新しいモデルですけれども、同様に XE5 が出るんじゃないかと噂されながらも、2024年1月現在音沙汰がありませんね。次に幻となってしまった XE4 のサイトを見てみましょう。ボディの厚さはわずか 32.7mm。 フルフラットなデザインのため、バッグの隙間は上着のポケットにすっぽりと収まりますよと、364g の軽量さということを歌っていますけれども、後ほど実際のサイズをご覧いただきたいと思います。主な仕様、 APS-C サイズなんですが、画素数は2610万画素もあります。ただこの画素数が多ければいいというわけでもないと私は思っています。高感度耐性がなくなってしまうんですね。暗い夜景を撮りたい、暗闇の中でミュージシャンを撮りたい、そういった時にむしろ画素数が少なければ少ないほど ISO 値を上げていった時のザラつきを減らすことができるんです。ソニーの α7 シリーズの中でも α7S3 はわずか1210万画素なんですね。その隣 α7R4 は6100万画素ですが、1210万画素ってすごく少なく感じますよね。無印の α7-4 でさえ3300万画素もあるのになぜでしょうかといった時に、この高感度耐性ご覧ください。 ISO102400 を歌っています。実際に102400が常用感度かどうかは別といたしましても、高感度耐性が強い、そのためにはむしろ画素数は少ない方がいいということです。で、注目していただきたいのは、ではこちらね、 XE4 の高感度耐性ですけれども、最大で 51,200 を歌っています。12,800 が標準出力感度となっていますけれども、やはりセンサーサイズは大きければ大きいほど高感度に強い、暗闇の中でもアンダーをきちんと出すことができます。私は使っていて ISO6400 までに留めたいなと、そんな風な使い方をしています。シャッタースピード最速4000分の1秒ですね。で、富士フィルムの楽しいところは何か、フィルムシミュレーションモードがあるということです。18種類のモードがありますよ。今回は18種類といってもね、このアクロス、白黒にはねフィルターをかけられる、そういった数も含めての18種類ですけれども、今回は特にアクロス、それからファンが多い富士フィルムのクラシックネガ、こちらの2種類だけで日光鬼怒川温泉、昭和のノスタルジックな雰囲気を醸したいなと思って撮ってまいりました。こちらは私の XE4 です。フォクトレンダーノクトンの純正レンズキャップは使っていないです。いつか落っことしてしまいそうだからです。代わりに RM というブランドのレンズキャップを使っています。ヨドバシのオンラインで
2024年1月現在286円で購入できます。ボディに紐付けしてこの RM のレンズキャップもなくさないようにしています。 XE4 はボディサイズがコンパクトであることを富士フィルムのホームページでも歌っていましたね。確かに大きさ、前面投影面積は私のスマートフォン iPhone SE2 と同サイズ、それ以下に見えますよね。私が真のポケッタブルカメラだと思っている映るんですと比較してもご覧の通りコンパクトです。ですがその厚みをご覧ください。ボディそのものは映るんですと同じなんですが、レンズも含めますとこのサイズ、重量はレンズ込みで 583g のボリュームがあります。ちなみに iPhone SE2 は 145g、 真にポケッタブルなカメラ映るんですはわずか 82g です。ではこのノクトン 23mmF1.2、 50mm 換算では 35mm の画角、どんな写りをするんでしょうか。まだまだもうちょっとお待ちください。絞りは F1.2 から F16 まで、最短撮影距離は 18cm のメモリが見えますね。電子設定を搭載していて、エグジフ情報、フォーカス、そういったものがチェックすることができます。撮影距離連動表示も持っています。一番右端のダイヤルは露出補正ダイヤル、右から2番目のダイヤル APBT 1秒2秒あ違うか、1秒2分の1秒でしょうかね、4000分の1秒までシャッタースピードあります。フラッシュを差し込む、ストロボを差し込む口の保護カバーは紛失してしまいました。ボディの右上にご覧の小さなダイヤルがあります。私はこちらで ISO 感度を変更するようにカスタマイズしています。今回の撮影旅行のお供は iPhone SE2、 何気ない記録写真はポケットからさっと出して撮れるスマートフォンがやっぱり便利です。あとは動画は DJI ポケット2を使っています。それとフラッシュも持っていきました。ストロボです。ライトピックスフラッシュ Q22 というモデルです。発信機をボディにつけてポータブルでストロボを使用することが可能なんですけれどね、発信機のところ充電しているんですが、なぜか私の場合飛ばなくなっちゃいました。したがってボディ直付けでの使用です。このフラッシュ Q22 のいいところは何かっていうと、カラーフィルターを差し込んで色を作ることができるんです。色は全部で7種類ありますね。左上、半透明、光を優しくするんでしょうね。こんな色があります。さて鬼怒川温泉には何色が合うかなと思って、私が使ってみたのは緑とそれから紫です。XE4 にはフィルムシミュレーションがあります。今回使ってみたのはアクロス。質感豊かでシャープな表現のモノクロですとあります。フィルターをかけることもできるんですね。それと、とても人気なクラシックネガの写りをご覧いただきたいと思います。まずは鬼怒川温泉の位置を確認しましょう。こちらは日本地図。鬼怒川温泉と日光が近いということを知って、まずは日光の二荒山神社に足を運びました。こちらは東京、東京から日光二荒山神社へは車で高速道路を使って2時間ばかりで行くことができます。二荒山神社の徒歩圏に実は日光東照宮があるんですね。日光東照宮表参道という文字がございます。なぜ東照宮ではなくて二荒山神社にしたかというと、年末ではありましたが二荒山神社の方が空いてるんじゃないかなと思ったからです。人混みというのがどうも疲れてしまいますからね。もちろん徒歩で日光東照宮の方にも行ってはみましたが、何かとお金がかかるんですよ。二荒山神社駐車場があります。駐車場は
ご覧の通り700円かかりますし、あとは二荒山神社の一部のエリアではまた300円取られます。東照宮はここから先いくらみたいな形で有料なんですよね。あれやこれややたらとお金を取られてしまうのもうーんと思いまして、東照宮の参拝は諦めまして鬼怒川温泉へと足を運びます。車では33分21キロのルートとなります。車で走りながら途中何か面白そうなところがあったらと思って途中下車の旅です。途中気になりましたのはこちら日光運動公園です。その後途中でお蕎麦屋さんで昼食を取り鬼怒川温泉へ到着です。蔵の壁面に松の影が映し出されて面白いなと思って撮りました。松の葉は緑色ですよね。影は黒です。それをモノクロで表現することによって一本の松が二本あるかのように見える、そのアイディアは面白いのですが、だとしたら一番左端の松の木の影も欲しいところですね。実際は映っているんでしょうね。影がすごく斜めから差しています。だとしたら一番左端の木、さらにもう左端の木があるのであれば、その影も映し込めたらよかったんじゃないでしょうか。背景の樹木が白飛びしてます。とても強い光が差していて、一方で下部の灯籠ですね、苔むした灯籠のところが黒つぶれしないようにするためには、ギリギリのところだったかとは思うのですが、季節感が乏しい、モノクロにしてもね、季節感に乏しい写真になってしまっています。もっとも年末の12月であったにもかかわらず、日の光は暖かで、温暖化が進んでしまっていて、冷え冷えとさえざえとする冬ではなかったんですね。カラーで撮るとこういう感じ。白飛び部分は気にならなくなりますけれども、先ほどのモノクロと伝えたいイメージっていうのがだいぶ変わってきそうですね。ベビーカーです。あの右上の影の方にね、子供たちはいるんですけれども、子供たちがいなくなった瞬間を捉えました。年末初詣の前のこの時期っていうのは多分比較的空いてるんですよ。私としては冬至を過ぎたらもう日の光は長くなってるわけですから、冬至での翌日が正しくは新年なんじゃないかと思ってるんです。なので冬至を過ぎたら私にとってはもう初詣なので、空いているこの時期に行かない手はないんです。三仏堂というところでちょうど鐘をついている場面に出くわしました。とても筋力も必要としてテクニックも必要とするので、ご覧ください。これ練習ができないですよね。初めて鐘を打つ時から成功させなきゃいけないんでしょうね。夜こっそり練習するってわけにいかないところがすごいところですよね。クラシックネガで撮った五重の塔です。二荒山神社、東照宮よりもケバケバしくない佇まいが悪くはないんですけれども、いちいちお金が取られるっていうのがね。東照宮はね、本堂を見るだけでもお金を取られるわけですから、そこのところは若干リーズナブルではありますが、二つの荒い山と書いて二荒山と読みます。こちらは日光運動公園ちびっこ広場です。
なんだか面白い造形物があるなと思って気になって取りに行きました。土管が転がっているんですね。面白い。これは恐竜の卵なんでしょうか、それとも植物のつぼみをモチーフにしてるんでしょうか。実は滑り台なんです。滑り台の入り口、真ん中の穴から斜め下の方に滑り台が下っているんですが、その滑り台に乗り込むところが水たまりになっていて、穴の中をね覗き込む気にはなれなかったです。謎の遊具です。漁港の部位なんかに使われてそうな部材が使われているんですけれども、この黄色い部位みたいなところに、立とうとしたらくるくる回ってしまって、なんだかとても握力でロープを強く握ってないと、どうやって遊ぶんだろうというかなり高度な遊具でした。竜がモチーフになっていて、竜の頭、それから竜の尻尾、そういったのがところどころ見えている、作られている、置かれている公園です。今年は辰年ですね。どうやって遊ぶのかよくわからない、遊具の施設跡というんでしょうか。こちらはローラー滑り台です。お尻のところがローラー状になっていて滑っていくものなんですが、服が汚れるのが嫌で、大人だから恥ずかしいとかじゃなしに、そもそも見ている人は誰もいないのでね、滑りたかった、滑ろうかなと思ったんですけど、服が汚れるのが嫌で遠慮しちゃいました。結構な距離があるんですよ。先ほどの土管もモノクロにしてアクロス、モノクロにして撮ってみると雰囲気が変わりますね。イエローのフィルターを入れていたんですけれども、もうちょっと濃いフィルターにして青空を濃くしても良かったかもしれません。謎の矢印造形物、これにも当然お金はかかっていると思うんですけれどね、面白いと思ってくれる人はどれくらいいるんでしょうか、いたんでしょうか。土管の剥げた塗装を近寄って撮ってみました。ノクトンの最短撮影距離は18センチです。土管の中、松ぼっくりを置いて撮ってみました。竜の頭、モノクロにするとやっぱり少し雰囲気が変わりますね。公園の向かいの公民館の駐車場です。お母さんがスマートフォンを眺めていて、子供がずっと長い時間自転車を漕いでました。私が公園で撮影を終えて戻ってもぐるぐる自転車で回っていました。きっと自転車を新しく買ってもらったんでしょうか、嬉しくて漕いでるんでしょうか。お母さんも飽きずに文句言わずに子供を遊ばせていましたけれども、スマートフォンがなかったらちょっと暇つぶししようがない、そういった時間、長さの時間だったと思います。お疲れ様です。鬼怒川温泉駅に行きましたら、なぜか人だかりができていたんですよ。なんだろうと思ってふらふら近寄って行ったところ、ちょうど SL が走ってきて、そして回転台で向きを変えてまた出発していく、そんな場面に出くわしました。運転室内、機関室内というんでしょうか、松飾りが可愛らしくありますよ。シュッシュッポッポ、シュッシュッポッポって、このね、車輪の動き、動作を見ていると、まるで生き物のようですね。蒸気を吐く様、生き物のようです。機関車トーマスなんていうモチーフが生まれるわけですね。それに対して私は電車を見て生き物のようだと感じたことはないんですよ。多くの人が SL に魅せられるのは、この金属の塊にしか過ぎないはずなのに、なぜか生き物のような躍動感を感じるからでしょうね。クラシックネガーなので、赤は実際よりも少しくすんで見えてるような気がします。それから背景の山肌も同様ですね、くすんだ緑色になっているように思います。黒の質感はいかがでしょうか。ノクトンの実力です。
動画でも撮影しましたので、汽笛の音なんかを見てもらえますでしょうか。アクロス、モノクロで撮るとこういう感じ。カラーだとこういう感じ。大樹、大きな幹と書いて大樹という名前がついています。JR から東武鉄道が買い取ったそうです。この車輪の複雑な機構、動力を伝える機構、動き、油の染み込んだ感じ、金属、無機物であるはずなのに生き物のように感じます。マスク越しにも素敵な笑顔で手を振っている運転士さんたち、ユニフォームもレトロなユニフォーム召してらっしゃいますね。靴はどうですか？靴は黒い今風のスニーカーなんてことはないですよね。ドクターマーチンとかそういったことはないですよね。おばあちゃんが手を振ってました。カメラ、立派なカメラをお持ちだったんですよ。機関車を撮るときにはこの蒸気が映るように撮らないと映えませんね。SL 大樹号、機関士さん、機関助手さん、お疲れ様です。本日もよろしくお願いします。東武鉄道では、SL 大樹号を見たら手を振ってくださいと皆様にお願いをしています。手を振ってお出迎えをお願いします。SL 大樹号が政府内に入線しますと、何とか席がなります。席の違いをお楽しみください。SL を見終わって出発前にちょっと一服してまいりましょう。どのお店を選ぶのか、どこにお店があるのか、嗅覚を頼りに街歩きをするのが楽しいです。 Google マップで何か検索してみてもいいのですが、フォトグラファーは偶然の成り行きにで、ベストショットと出会える、その出会いを楽しみにしたいですからね。ふらふらと小道、脇道の方へと進んでいったところを、素敵だなって思う、私の嗅覚がピンとくるお店がありました。ココアと読むこのお店、コーヒー一杯520円、サイフォンを使った本格的なコーヒーなんですよ。ホットケーキ2枚
小豆とバニラ、それぞれ100円のオプションをつけました。蜂蜜とバターは元からついています。とても形の整った、やたら厚さだけがあるようなホットケーキとは違ってね、ああこれは本物のホットケーキだな、そう感じましたよ。ホットケーキ2枚で600円、ちょっと脇道に入った方がね、こういった、比較的リーズナブルな価格のサービスを受けられるような気が私はしています。番傘なんかがね、お店の入り口のところに置いてあったり、それからここだけの話、ママさんがとても美人なんです。笑顔が素敵でね、ああいう笑顔を作り笑いじゃなしに、ナチュラルに 100% な笑顔を作れるっていうのがね、出せるっていうのが、プロフェッショナルだなと感じました。もっとも美味しいラーメン屋さんとか愛想が悪くたって、だから腹を立てるなんてことはないんですけどね、素敵な笑顔に癒されました。途中お昼は二八そば手打ち、二八というのは割合のことを指していると思うのですが、私はどっちがどっちの割合か分からなくて店員さんに伺いました。そばの方が2じゃない、間違えた、つなぎに使っている小麦粉とかが2、そばが8で二八そばだそうです。私がいただいたのは小手まりセット、ざるそば、刺身湯葉、花がすみがセットになった1200円です。肉は湯葉を売りにしてるんですよね。美味しかったです。それから花がすみとは何でしょうか。上質な蕎麦湯から作りました。二八蕎麦オリジナルの水菓子でございます。ほんのりと桜の香りを添えました。独特の風味をお楽しみください。健康に良いと言われる蕎麦湯が原料ですので、ということでね、あ、これはね、はい、美味珍味でしたよ。そしてね、体に悪い感じがしないっていうところがいいですよね。甘すぎませんし、甘さはこのほんのり桜色のシロップで、甘さを感じることができました。それから蕎麦のね、味も感じられる水菓子でした。二八そばなんですけれども、白いんですよね、麺が。で、殻を使っていないんだそうです。そばの殻を使っていないから白くなるんだそうです。身だけを使うから、食感はおそばのような、水気のないサバサバした感じ、ポロポロした感じの食感はあるんです。うどんのようなね、もっちりとした食感はないです。蕎麦だなって感じます。ただ蕎麦の風味っていうのはあんまり感じられなくて、私たちはね、もしかしたら蕎麦っていうものを蕎麦の殻で皮で風味っていうものを感じているんだなってことに気づかされました。リンゴにせよ何にせよ、皮に実は味っていうのがね、詰まってたりしますものね。とても清潔で広々としたお店の佇まいです。それからお箸入れ、こういうね、木彫のこういったことにこだわっているお店は、余裕があっていいなって感じます。鬼怒川温泉廃墟化しているなんて聞いて、それらも取りたいなと思っていたんですが、私が結構びっくりしてしまったのは、商品が置いてあるにもかかわらず貸し物件の広告が立てられてついていたことです。新しく入居する人は自費でこれ撤去しないといけないんですかね。この商品安売りで売りさばくことさえできなかったんでしょうか。欧州連合 EU ではアパレル事業者に売れ残った服や靴などの衣料品を廃棄するのを禁じる法律で大筋合意したなんていうニュースが2023年12月6日にありましたけれどね。
ホテルロマン、本日は空室あります。これはラブホテルなんでしょうか、そうではないのでしょうか。ただネーミング、どうなんでしょうか。ラーメン正義さん、このレトロな佇まいたまりませんね。後で、帰りに食べに行こうと思います。こういう昭和な佇まいにクラシックネガの色味がすごくマッチします。タヌキも見えますか、いい感じ。メニュー、そば、うどん、ね、天丼、カツ丼、カレーライス、そば、うどんにラーメン、これが町中華の醍醐味です。廃屋なんでしょうか、それともまだ使われているアパートなんでしょうか、見分けがつかないんです。大黒様、いい笑顔なんですけどね、見ようによっては怖い感じ。巨大な橋がありました。廃墟はどの辺にあるんだろうかなと思った時に、駅側よりも川を渡った向こう側の方が厳しいんじゃないかな、そんな風に思って橋を渡ってみることにいたしました。その橋の壁面にはとても素敵な彫像が、レリーフが貼られていました。クラシックネガで撮りました。振り返ってみると鬼怒川温泉の鬼ですからね、鬼をモチーフにしたアート作品がたくさんあるんですが、階段アートです。クラシックネガで撮ると鬼怒川温泉の眺め、1980年代にタイムスリップいたしますね。さてこれらの部屋が満室になっていた時代もきっとあるにはあったんでしょう。鉄骨をストロボを使って撮ってみました。プラスチック板を差し込んで緑色の光を発光させています。こちらはストロボなし、クラシックネガ、ストロボありです、緑を使っています。大きなホテルが丸ごと廃館になってしまっています。足湯があったんです。足湯は無料です。眺めもとても良かったです。鬼怒川温泉駅の駅前にも足湯はあったんですが、そこは観光客がたくさんいらっしゃいましたし、眺めは良くなかったですよ。ぜひちょっと歩きますけれども、もう一箇所ある足湯の方にお越しになってみてください。いい眺めです。とても温まりました。無色透明のお湯なんですけれどもね、膝下ふくらはぎだけをつけていたんですけれども、帰り坂道を歩くのが全く苦になりませんでした。膝下だけとっても軽くなりました。あと実際は足湯だからこそ長く使ってられるんですよね。全身使っていたら多分5分と耐えられなかったんじゃないでしょうか。 iPhone SE2 で撮影しています。やっぱりスマートフォンは便利ですね。帰り正義さんで味噌ラーメンをいただきます。もう一丁焼肉定食もいただきました。味噌ラーメン900円、焼肉定食900。たぬきとお別れです。紫のストロボを使ってみました。最後まで聞いてくれてありがとう。ルミオンです。Get through, and we'll sing hallelujah. But what is that to you right now? But let's talk in a way that can give us some faith to go around. We'll hold tight as we can when it's better again.And that'll sustain me for now. Ooh.
When we're together again.